オデッサ大学は、ウクライナオデッサに本部を置くウクライナの国立大学である。1865年に設置された。アイアイメニチコフ記念オデッサ国立大学は、ウクライナのオデッサに本部を置く同国の主要な国立大学の一つである。本大学で教授を務め、1908年にノーベル生理学・医学賞を受賞した科学者のイリア・イリーチ・メチニコフに、 ちなんで大学名を名付けている。大学は1865年に、ロシア皇帝アレクサンドル2世の直令により、オデッサのリシュリュー貴族学校が再編されて、新設の帝国ノボロシア大学として設置された。1917年から1920年までは、ノボロシア大学。1933年から1945年まで、オデッサ国家大学。 1945年から2000年までは、アイアイメニチコフオです。先年国家大学と大学の名称は変遷を遂げ、2000年以降、現在の名称を使用している。頭文字表記による略称は、ラテン文字表記では、オヌ、キリル文字表記では、である。キエフ、ハルキブ、リビュの大学と並んで、ウクライナで最も古い大学の一つに挙げられており、実際に、 ウクライナにおける教育ネットワークを介して、同国の教育や科学や文化の発展の現況とその将来を左右している。I.I. アイアイメニチコフ記念オデッサ国立大学は4つの研究機関、10の学部、7つの専門家評議会で構成されている。本大学の科学図書館は有名であり、ウクライナ国内で最大規模かつ最古の大学である。 アイアイメチニコフ記念オデッサ国立大学の本館1862年6月22日に出されたロシア皇帝アレクサンドル2世紀の直令に基づき1865年5月13日1817年からオデッサに設置されていたリシュリュウ貴族学校を帝国のボロシア大学に再編させて誕生した設立日から1863年の法令に 基づいた大学のすべての学問的及び科学的生活は国の社会的及び政治的生活における各方面からのあらゆる妨害にもかかわらず高等教育のための施設としての自由民主主義の伝統を作り今日まで守り続けている帝国のボロシア大学はその設立当初から重要な科学の中心地となり国会北部沿岸地域の科学分野や 教育分野で中核となる人物を養成するために重要な役割を果たした。のぼろしや大学の開校当初は、歴史哲学部、物理数学部及び法学部の3つの学部を構成していた。歴史哲学部は1クラス制であり、多数の学生が学んでいる他の2学部は2クラス制であった。174人の生徒に加えて、58人の超高生が授業に参加していた。 1868年に最初の卒業生たちを送り出した。同年、サンクトペテルブルク大学で博士号を取得し、無脊椎動物の肺における肺用の発達に関する論文でカール・エルンスト・ホンベイア賞を受賞したばかりのメニチコフを22歳の若さで準教授に招聘した。1870年には、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約に、 ロシア側の主席全権となり、日本側の主席全権、小村寿太郎との間で、講和条約の調印を交わしたことで有名な、セルゲイ・ウィッテが卒業した。彼はロシア第一革命を鎮静化を図るために1905年10月17日に、ロシア皇帝ニコライ2世の名によって出された10月章書の起草者の一人であり、ウクライナ国内で現在も運行している。 南西鉄道の経営責任者でもあり、ロシア帝国運輸大臣、大倉大臣、首相などを歴任した人物である。1886年、大学内にロシア発となる細菌学研究所が設立され、メニチコフが担当教授となった。彼はパストゥールのワクチンを用いて狂犬病研究を行っていたが、地元の民衆からの理解を得られず間もなく辞任し、 本大学を去る結果となってしまっている。1900年に4番目の学部として医学部が設置された。1920年に帝国大学であった本大学は解散閉学させられ、物理数学研究所と社会科学人文科学研究所に分割された。1933年にオデッサ物理科学研究所を中核とするオデッサにある。 各高等教育施設の統合が行われ、ソビート連邦という社会主義国家の監督下で、オデッサ大学の名称の総合大学として復活することになった。オデッサ大学は第二次世界大戦中にウクライナで大学の授業を継続した唯一の大学であった。1941年の東部戦線におけるオデッサの戦いでドイツ軍の支援を受けた。 数軸国側のルーマニア軍により、オデッサが陥落させられた後、ドニエストル側と南ブーフ側に挟まれたソイドニエストル地域に、大学機能を移した。ルーマニアの統制下で、本大学医学部の卒業生で、下界のパベェル・チャソブニコフが学長を務めた。第二次世界大戦中に亡くなったメヒニコフと共に、マツルオヌの生徒と教員の慰霊碑。1945年、 オデッサ大学は、オデッサの地に戻り、アイアイ・メニチコフの名を大学名に関し、アイアイ・メニチコフ記念オデッサ国家大学として、再出発を図ることになった。1965年、オヌは卓越した、専門家育成の功績を挙げたとして、赤旗勲章を授与され、1978年には、ソ連の主要大学のリストに本大学の名が挙げられた。 1991年のソビエト連邦の崩壊後、ウクライナは独立を果たすとともに選挙によって国民の代表が選ばれるという民主主義国家に移行した。2000年に本大学はウクライナ民族の国民国家であるウクライナ政府の国営による国立大学となった。2003年5月18日、オデッサ国立大学は高等教育における 学位認定の質と水準を国が違っても同レベルのものとして扱うことができるように整備するのを目的としたボローニャプロセスに署名した最初のウクライナの大学の一つとなった。現在約1万7000人の学生が本大学で学習し1300人以上の教員が勤務しそのうちの200人以上の科学博士教授として研究と指導を行っている。 40以上の新しい専門分野、約100の新しい部門とセンターが開設されている。教育カリキュラムはオデッサやヘルソンの各地域の都市で作成されている。1991年に本大学は欧州大学協会に、1995年にはユネスコ世界大学協会に招待された。オヌチームはドイツの学術交流サービス。 アメリカのフルブライト奨学金及びマスク基金、ユネスコ、欧州連合のテンプス、インタス、米国政府プログラム、イギリス、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランスなどの大使館との共同プログラムなどの世界的に有名な国際機関の活動に積極的に参加している。2015年5月13日、オデッサ国立大学は創立150周年を厳粛に祝った。 帝国のボロシア大学で研究を行った世界的に著名な教員や科学者はノーベル賞受賞者で本大学の名称の一部にもなっているイリア・リイチ・メチニコフ中枢精子を発見しウクライナ国立学士院の会長を務めた生理学者イワン・セチェノフ微生物学者ダニロ・ザ・ボロトニー植物学者のボロディミル・リップスキー生物学者アレクサンドル・コバレフスキー物理学者 ヒョードル・シュベドフ、狂犬病や天然痘のワクチン研究を行った、微生物学者、ニコライ・ママレア、科学者、ニコライ・ゼディンスキー、元素周期表を作成した科学者、ドミトリ・メンデレーフ、理論物理学者、ジョージ・ガモフ、数学者、アレクサンドル・ヤプノフなど多数に上り、彼らはいつの時代においても、その存在感を放っていた。彼らの活動を通じて、 帝国のボロシア大学は芝叩く間に国会北岸に定住しているウクライナ人やロシア人などの人々の文化の中心地の一つになり、本大学は科学の発展に重要な役割を果たし始めた。本大学の初大学長はイヴァン・ソコロフであった。オヌはどんな時期でも、ピョートル・レベレフ、オレクサンドル・ユルジンコ、アレクセイ・ボガツキー、ビクトル・セルデューク、イゴール・ゼリンスキーといった、 様々な知識分野の卓越した専門家である教授陣によって引き入られてきた。大学キャンパス内にある植物園の園内の様子、オヌは外区を2つに隔てた約70ヘクタールの敷地から構成されている。オヌは直接管理する多くの学部を持つ。オヌは10の学部、4つの研究機関、1つの専門学校、ウクライナ国民向けと、 外国からの留学生のための2つの入学準備、部門、15の科学研究所、5つの科学研究センター、事務管理部門、実験機材用ショップ及び、学生用、大学院生用、研修生用を合わせて9つの量で構成されている。キャンパス内にはスポーツと健康用のリハビリテーション、複合施設があり、チェルノモルカの村の学生、職員、大学のゲストのために、 独自のスタジアムと休憩所を管理している。大学のすべての場所には、食堂、カフェ、バー、医療用の部署がある。研究機関研究所、研究センター植物園本大学の植物園は、世界の植物省を保全するために1867年に設立されたウクライナでは、最古で、かつ最も有名な科学センターの一つである。 1928年から1937年にかけて、ウクライナ科学アカデミーの元会長であった、ボロディミル・リップスキーによって管理されていた。植物園は天然記念物を保護管理する適格性を有しており、ウクライナ政府の決定により、ウクライナの自然保護基金が割り当てられている。園内では、3842ものボル種、ア種、編種、品種及び、 雑種の種類の植物が管理保護されている。博物館科学図書館科学図書館は、ウクライナで最大かつ最も古い科学図書館の一つである。1817年に設立された図書館は、360万以上の所蔵文献がある。15世紀から16世紀にかけて製本された5冊のインキナブラボン、印刷が始まった。 最初の世紀である15世紀に印刷された27の古文書、約9000冊の重要かつ貴重な書物が所蔵されている。非常に珍しい所蔵文献の例では、1581年にイヴァン・ヒョードロフが印刷した初の教会スラブ語訳聖書であるオストロク聖書の貴重なオストルフでの印刷版と図書館で最古の陰旧ナブラボンとなる1476年に、 ニュルンベルクでヨハン・アンドレアスによって文章学について書かれた書物の起源に関する論文である。ありがとうございます。